こんにちは、長野のドラマーの木下です。今日はですね、西賀孫一の話をしたいと思います。知ってる方もかなりいるかと思いますけれども、織田信長ですね。織田信長が、10年間石山本願寺戦争というので、戦うんですが、財力もものすごくあった信長なんですが、石山本願寺の戦争で非常に鉄砲に苦しめられるんです。で、その鉄砲に長けた集団っていうので西賀衆っていうのがいるんですが、他にもですね、根室衆だとかいろんなその、傭兵みたいな人たちがいたそうですけれども、この西賀孫一ですね、西賀孫一について今回は話をしたいと思います。石山本願寺戦争の、いきさつっていうのはいろいろあるんですけれど、話すと長くなるので端折ってしまいます。で、信長はですね、経済の中心の大阪をどうにか手中に収めたいと考えてた節もあって、石山本願寺との戦いっていうのにかなりこだわります。西賀衆の鉄砲にですね、かなり苦しめられます。以前ですね、武士の、メイン武器は弓だっていうふうに話をしたと思いますけれども、鉄砲はですね、実はかなり不利な点がありました。というのはですね、火縄銃、皆さん想像していただければわかるんですが、まず銃がありますね。そこに火薬をこう入れます。で、棒でこうつついて、しっかりこう圧縮して、その上に弾を入れて、で、またつついて、で、こう構えて、火縄を乗せて、で、タイミングを合わせて撃つと。つまり一発撃つのにですね、熟練の人でも弾を込めて撃つのに20秒かかったっていうんですね。まあ、合戦中にその20秒というのが一体どういう状態なのかっていう話をしますけれども、この20秒間に一発っていうのがですね、かなり致命的なんですね。なんでかっていうと、当時戦国最強の赤備えって言われた武田騎馬軍ありますけども、おそらく馬でですね、突進してくるっていう状態だと、分かりやすく時速60キロで計算してみるとですね、まあ1時間に60キロ進むわけなので、1分で1キロ距離を詰められるわけですね。1分間で1キロって結構なもんだと思いますよ。まあこう、まあ弓でもいいですし刀でもいいですけど、こう構えてる状態から1分で1キロの距離こう来ちゃうわけなので、長篠の戦いでもその騎馬軍をなんとかするためにこう柵が作ってありますよね。ですから、その1分で1キロっていう距離をさらに分かりやすくすると、20秒でまあ3分の1なので333メートルほど来ちゃうわけですね。20秒で333メートルこう距離を詰めてくるっていう、そのスピードっていうのはかなり驚異的なものだったと思います。これがいわゆる名馬だったりすると時速70キロだとかですね、まあ馬によって差はあるんでしょうけど、およそ大体60キロからそれ以上のスピードでこう突進してきたと思います。ですから、その弾を込めて撃つっていう、その一発に20秒かかるっていうのがどれだけ致命的なものかっていうのは分かると思います。ところがですね、この西賀孫一、実は西賀孫一っていうのは世襲制の名前でですね、全員何人かこうその名前を襲名するんですけど、全員西賀孫一って名乗りますが、実際の本人の名前っていうのは別にあります。石山本願寺戦争で活躍した西賀孫一っていうのはですね、鈴木重秀っていう名前なんだそうです。で、この西賀孫一が一体どういう戦い方をしたのかっていうと、専門的な文献に残ってるものだとですね、カラス渡しの方だとか取り継ぎと呼ばれたそうなんですけれども、この鉄砲の扱い方が非常にうまかったんですね。で、私は調べた時、組打ち鉄砲っていうふうに載ってたんですけど、どうやってその鉄砲を撃ったかっていうことなんです。普通に鉄砲の名手が使うとですね、一発撃つのに20秒かかる。その20秒間に333メートル距離を詰められます。ところがですね、この西賀孫一が採用した鉄砲の撃ち方というのはですね、一つの鉄砲に4人つけるんです。
つまり鉄砲を撃つときにですね、まず鉄砲を一人が扱って立てますね。そうすると火薬込める専門の人が立ってて火薬込めます。でその人がどこと別の人がこう弾込めします。で弾込め終わったらこう構えますよね。そしたら火縄を置く人がいてそれを置きます。つまり4人だとか5人だとか分業で一つの鉄砲を扱ったわけですね。これがですね、カラス渡しの方だとか取り次ぎ、まあ私が調べた時に出てたのは組打ち鉄砲っていう名前だったんですけど、この方法だと20秒かかったその鉄砲がですね 4,5 秒で一発撃てたっていうんですね。まあ当然慣れてくれば 4,5 秒でですね、流れ作業で撃つことができたんだと思います。ですからその鉄砲の最大の弱点をですね、この雑賀衆っていうのが克服してたわけです。ですから本当だったら一発こう弾が来てから20秒ほど時間が空く間に詰められたんですけど、近づこうとするとまた次がこうどん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 鉄砲が撃たれて、結局信長は戦ってもなかなかこう進むことができなかったわけですね。ちなみにですけど鉄砲効果っていうのはこの威力以外にも他にもあるんです。実はその火薬の匂いとですね、鉄砲の音っていうのがあります。例えば船長の鉄砲を一度にこう撃った時ですね、火薬の匂いとその音に、例えば騎馬軍団であれば馬が興奮してしまってなかなか言うことを聞かない状態になります。ですから鉄砲隊のその集団戦法っていうのはですね、動物を扱ってたその騎馬隊にとってはかなり有効的な手段だったわけですね。西賀孫一のその戦い方から長篠の戦いの三段打ちっていうのを思いつくわけです。有名ですねこの三段打ち。ですからその信長がですね、石山本願寺戦争で西賀孫一に非常に苦しめられた経緯があって初めてその三段打ちっていうのに流れ着くわけです。ですからこの雑賀衆っていうのすごいなと思ったんですよね。今回はこれで失礼しようと思います。